フットコンバスエピソード11スコア。今回のフィールドは千葉県君津市にある片倉ダムのリザーバー笹川湖だ。この湖はいわゆる関東エリア、まあ、千葉の中でも湖自体も新しいんですけれども、レンタルボートができたのも比較的新しい。でもかれこれ15、6年は経つんですけれども、まあ、特徴としては、立ち木がまだたくさん多く残ってる、それとですね、数が釣れる。基本的にはライトリグ中心で、数を釣っていくような湖で、大型を狙っていくと意外にそのどう狙えばいいのっていうようなところにはまってしまうようなタイプです。まあ俺的にはちょっと難しいといえば難しいんですよ。まあ俺の釣りなんかだとね。だけれどもまあたくさんバスがいるんで、とにかくみんなが、ボートからバスと出会いたいというような人たちが数多く集まってくるというところですね。都心からのアクセスをご紹介。首都高速湾岸線を横浜方面に進み、川崎浮島ジャンクションを東京湾アクアライン方面へ、木更津方面へ進み東京湾アクアラインを通過、木更津本線料金所通過後直進、木更津ジャンクションを立山道富津立山方面へ、立山道を君津出口で降りる、料金所通過後最初の T 字路を左折し県道92号線へ、片倉交差点を右折、県道24号線へ入る。道の駅を右手に通過した先の交差点を左折、片倉ダムに到着だ。ここ片倉ダムにはレンタルボート店が3軒ある。片倉ダムの北側に位置するレンタルボート笹川、ここはですね、鴨川有料道路から右折してきて一番最初にある、笹川ボートさんです。で、位置的にはダムサイトにも一番近い下流域のボート屋さんってことになるんですけれども、右サイドの逆に行くと、亀山ダムに落ちていく方ですね、笹川筋っていうのが入ってます。ですから本湖プラス右側の筋、左に行くと、上流方面っていう、まあ一番広いエリアに近い、ボート屋さんということで、かなり人気があります。この駐車場に停めたら、受付して電動カートをこっから取って車のとこ置いて荷物積み込んでボートに行って、セッティングというような感じのシステムです。湖の南最上流部に位置するレンタルボート元吉、笹川上流部にあるレンタルボート元吉さんです。まあオープンしたのは比較的新しくてですね、6年ほど前で、ボートも揃ってて、免許不要艇の10フィートから、特殊な13フィート、ローボートなのに安定が良くてちょっと長くて速くてみたいな、それと通常の14フィートと、揃ってます。まあ上流部に近いんで雨が降ったりすれば一気に濁りも入りやすくて、まあいわゆるそういう、状況を釣るような人にはもってこいの場所かなと。駐車場がここなんですけれども、車をこう駐車場に停めて受付を済ませたら荷物を下ろすんですけれども、ここが変わってるのはそこでお願いしますと一言言うとですね、あの軽トラックがビョーンと来て積み込んで、でスロープ降りて
下のボート乗り場まで行くという、だから自分でカート操作とかじゃなく全部やってもらって、で帰りも全部上げてもらって、ここで全てが終わるという、ある意味楽なんじゃないかっていう形になってます。片倉ダムの中央部に位置するレンタルボート鈴木、ここが今回お世話になる鈴木ボートさんなんですけれども、まず駐車場に車を止めて、結構広い駐車場まであるんで、休日でも全部すぐそばに止めれると。でそこからまず受付をします。で中に入って、でここで、受付をするということですね。まあお金を払ったり、車の番号を書いたりっていうような作業で、入居券ももらって、でそれから一回車に戻ると。で車に戻ったら荷物を、ちょっと離れたところでもいいですから全部下ろして、ですいませんって言えば運搬車持ってきてくれますから、で運搬車積み込んだら下ろしてもらうと。でボートの種類はですね、免許不要艇、通常の免許艇の12フィートと2人乗りが楽にできる14フィートがあると。これがこの鈴木ボートさんの、クローラー式の運搬車です。とりあえず荷物をこの運搬車に積むと。で大体1回でもうかなりの量でも全部積めちゃうんで、まあ竿だけは手で持って、あとはお店の人に運んでもらいます、下まで。で下でセッティングするっていう方式ですね。上げる時も一緒です。積み込んだら上げてもらって、で車に積み込んじゃうというような感じなんで、普通の電動カートじゃない意味はやっぱ急なんですよね、坂が。だからこのクローラー式だとしっかり安定していけるってことで、まあ慣れれば自分でも操作して、常連さんとか自分でやってますけど、まあ基本的にはお店の人にやってもらえるということですね。片倉ダム田辺の戦略は、今回はですね、状態聞いてるともうネストもほとんど終わってきて、なくなってきて、フライもだいぶいなくなったっていう、じゃあ回復してんのかなって思うと、でも回復してるような感じの、超過系じゃないんですよね。やっぱりライトリグメインで、まあやりたいことっていうのは、一番こういう時期でハマって楽しいのはやっぱりトップですよ、できれば。だけどゆっくりめのこういうミノー系だけど、ちょっと魚が呼べるような感じのプロップ付きの、こう浮かしてちょぽちょぽってやって、こんな感じでプッと来てボコンと食ってくれればまあいいなと。もう一個はですね、もう少しフィネス、もうスピニング持ってきましたから、さすがに、片倉くんのにですねスピニングなしっていうのもちょっと不安だったんで、シャットテール系の水面引きです。もう水面をこうよれる水を出しながら引いてくる。これもアフターの回復、ギリギリ回復してきたよっていうバスたちはすごい好きなんで、ハードベイト見切ってもこれは食うっていう状態が結構あります。でそれとまあ普通のワームこれもちっちゃくしてみて、すげえ弱気だなっていう。でも俺の中ではもういっぱいいっぱいの弱気なんで、フリーリグですね、 5g の、最近得意で釣れない時はこれ投げてる、釣れんなみたいな。で切り札、これ普通の魚の口にはもう入らないですから、見事に、45アップ以外は釣れないと思うんだけど、ギル型ワームのネコリグ、これも普通にプワ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 ゆっくりやる感じなんだけど、要するにどういうことかっていうと、もうすぐギルネストの時期なん、ギルが産卵床を作ってくる。そうなってくるとでかいバスが、アフターの回復系のでかいバスが そのギルを食べたくて周りについてくる。でそのバスを釣る、これ一番でかいパターンですね、サイズが、実にまあまあ弱気なスタートを切ろうと思ってます。産卵の絡む時期、探り探りゲームを進める。ちょっと回復系がいるのか見てみる、こういうんで。
追ってくるとか、まあスピニングもあんまり俺使わないんだけどね。まあでも水面系にね出てくれてれば全然釣りようがあるんで、巻き物はね微妙だけど、これも巻き物だけど水面のゆっくり巻きっていうのはやっぱりありだと思うけど、基本はね立ち木も多いし、まあ障害物はそれなりにあって、ただ岸際のカバーとかは少ない湖かな。ベイト系の餌っていうよりもどっちかっていうとエビとか牛とかそういう感じ。あんまり水面っていう感じじゃないのかな。アフタースポーンの浮いているバスに狙いを定めるが、それらしき気配はない。でもこれトップで出ないと嫌だな。巻きはねトップで出なくて巻きがいいっていうのもあんまりない話なんで。うわギルだ、あの辺ギルだ。あ今行ったバス、ちょっと待って、ちょっとこのギルのスピナーベイトはどう。ギルがあんなとこ泳いでるん だ, だちょっと中層ででも食うやつがいないかな。もう着いたなバス。ギルかな。なんかバスだったような気が。あ、ギルだ。追ってるわ。まともなサイズが泳いで、バンクズ際を泳いでる感じはない。あ、いた。あの後ろに浮いてるわ。あれか。バスはいたよ。でも分かった。25センチぐらいのが結構な量いるんだけど、ちょっと見ても食わないよな。あ、追うね。追ってる。これか、なるほど。あ、出た。ああダメだ、かかんないし、バスが小さいです。今見てたら。田辺の真骨頂、ビッグフィッシュパターンを求めて片倉ダムのゲームは進んでいく。任せてください。すごいでっかいのって。あっ